羽生ューの,の,の演技に先輩スケーターが大感動、類戦崩壊、みんなかっけいよ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ情報をご提供させていただきます。トンチャンゴリンは17日、フィギュアスケート男子フリーが行われ、ショートプログラム SP1 位の羽生譲る ANA は206.17点をマークし、合計317.85点。1952年のディックバトン氏、 米国以来、66年ぶりの五輪連覇を成し遂げ、今大会の日本勢金メダル第1号となった。宇野昌磨、トヨタ自動車が銀メダルを獲得し、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った日本勢のワンツーに織田信成、鈴木明子は号泣。安藤美希は感謝を伝えた。トンチャン五輪は17日、フィギュアスケート男子フリーが行われ、 ショートプログラム、SP1 位の羽生譲る ANA は206.17点をマークし、合計317.85点。1952年のディックバトン氏、米国以来、66年ぶりの五輪連覇を成し遂げ、今大会の日本勢金メダル第1号となった。宇野昌磨、トヨタ自動車が銀メダルを獲得し、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った歴史に名を刻んだ羽生の完全復活。 そして、宇野の演技に、先輩スケーターたちは SNS 上で続々と感激の声を上げている、バンクーバー五輪代表の小田信成さんはツイッターを更新。52個の号泣マークで、これ以上ない感動を表現した。このあまりにわかりやすい感動ツイートが、書き込みから30分で8万リツイートされるなど大きな話題を呼んでいる、五輪二度出場の安藤美希は、ツイッター上で選手一人一人に言及。羽生については、 怪我をした後、本当に表現の面も成長しか見えなかった演技。ちょこっとのミスはあったものの、絶対的強さを見せてくれました。本当に素晴らしかった。日本中、世界中に興奮と感動をありがとう。日本魂の詰まった演技をありがとうと、祝福と感謝を伝えた五輪二大会連続入賞の鈴木秋子さんもツイッターで、累戦崩壊。どこまで強いのだろう。ゆず、しょうま、 ハビおめでとう。と感激の様子。バンクーバー五輪代表の小塚隆彦さんも自身のインスタグラムで、シャープこれ以上の言葉ないっす。シャープみんなかっけえよとタグ付けし、祝福した五輪本番がぶっつけになるなど、苦しい状況にもあった羽生。そんな姿を間近で見ていた日本の先輩たちも心から祝福した羽生譲るの異業よしきも祝福、アメージング。 芸能界の超大物から賞賛の声、続々。トンチャン五輪は17日、フィギュアスケート男子フリーが行われ、ショートプログラム、SP1 位の羽生譲る、ANA は206.17点をマークし、合計317.85点。66年ぶりの五輪連覇を成し遂げ、今大会の日本税金メダル第1号となった。また、宇野昌磨トヨタ自動車が銀メダルを獲得し、日本勢がワンツーフィニッシュを決めた。 芸能界からも続々と祝福の声を届けた羽生の快挙に芸能界からも賞賛の声続々よしき素晴らしいハイド誇らしいトンちゃん五輪は17日フィギュアスケート男子フリーが行われショートプログラム SP1 位の羽生結る ANA は206.17点をマークし合計317.85点66年ぶりの五輪連覇を成し遂げ 今大会の日本税金メダル第1号となった。また、宇野昌磨、トヨタ自動車が銀メダルを獲得し、日本勢がワンツーフィニッシュを決めた。芸能界からも続々と祝福の声を届けたあの超大物アーティストも、この快挙に興奮した様子だ。伝説的ロックバンド、X ジャパンのドラムヨシキは自身のツイッターを更新。アメージング。LA でオリンピック見てました。感動。 コングラチュレーションズ、羽生結弦選手。シャープ金・金宇野昌磨選手。シャープ銀・銀おめでとうございます。東英語と日本語、さらに絵文字も交えて祝福した日本を代表する4人組ロックバンド、エル・アークからエンからサイエル、ラルク・アンシエルのボーカルのハイドもツイッターに、フィギュア。感動した。日本人として誇らしい。とつづり。 胸を打たれた様子だったタレントの有吉弘行も競技直後に更新。すごい。羽生氏。宇野氏。金。銀。おめでとうございます。と祝福した羽生の歴史的偉業。そして、宇野の演技への祝福は、スポーツの域を超え、広がり続けている羽生宇野日本の五輪メダリストから祝福続々。心臓ばくばく、めっちゃ感動。ピョンチン五輪は17日。 フィギュアスケート男子フリーが行われ、ショートプログラム SP1 位の羽生譲る ANA は206.17点をマークし、合計317.85点。66年ぶりの五輪連覇を成し遂げ、今大会の日本税金メダル第1号となった。また、宇野昌磨、トヨタ自動車が銀メダルを獲得し、 日本のフィギュア史上初のワンツーフィニッシュを決めた他競技の日本人メダリストたちも自身のツイッターで続々と祝福のメッセージを送った沙織が野村が入江が白井が土星が羽生宇野に広がるメダリストの祝福のはピョンチャン五輪は17日フィギュアスケート男子フリーが行われショートプログラム SP1 位の羽生結弦 ANA は206.17点をマークし合計317.85点 66年ぶりの五輪連覇を成し遂げ、今大会の日本税金メダル第1号となった。また、宇野昌磨トヨタ自動車が銀メダルを獲得し、日本のフィギュア史上初のワンツーフィニッシュを決めた他競技の日本人メダリストたちも自身のツイッターで続々と祝福のメッセージを送った平政の地で、フィギュア界が誇る二人の逸材が生んだ感動は、自身もメダルを獲得した他競技のアスリートに広がっている。 女子レスリングで五輪三連覇の吉田沙織は、羽生くん連覇、宇野くん銀メダルおめでとうございます。めっちゃ感動。すごすぎますと祝福した男子柔道で五輪三連覇し、現地で取材するスポーツキャスターの野村忠宏は、ワンツーフィニッシュ。大輔に話を聞きながら、最高の演技を見るという贅沢な時間でしたと、バンクーバー五輪代表の高橋大輔氏と観戦した様子。羽生選手、宇野選手、 おめでとうございますと祝福した2012年ロンドン五輪の競泳男子200メートル背泳ぎ銀メダリストの入江良介は羽生選手、宇野選手、おめでとうございます。手に汗握りながら鳥肌と心臓はくばくだった。五輪ってやはりすごい舞台。ナサン・チェン選手のフリーの演技も本当に素晴らしいかったと絵文字入りで興奮を伝えた白井健三は羽生と2ショット掲載で祝福。 さすがという言葉以外見当たりませんね。2016年リオデジャネイロ五輪の体操男子団体金メダリスト白井健三は過去に撮った羽生とのスーツ姿の2ショットを掲載。さすがという言葉以外見当たりませんね。誰よりも綺麗な4回転、誰よりも自信を持った演技に見えましたと綴り、日本勢一 2位、おめでとうございますと二人を祝福した2016年リオ五輪レスリング女子69キロ級金メダリストの土星サラも本当にすごい。ただただ感動。おめでとうございます。と祝福を綴った。誰もがメダルを獲得することの苦労と価値を知っているからこそ、重みのあるメッセージの数々。感動ノーズは競技の枠を超えて、 日本中に広がっている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。よろしくお願い。